明治38年5月27日根拠地出動の際大本営への報告、鉄管御用との警報に接し連合艦隊は直ちに出動、これを激熱戦とす。本日天気晴動なれども波高し。日本海海戦の当初、三笠艦上に掲揚したる信号、皇国の後輩この一戦にあり、各員一層踏んで努力せよ。昭和6年12月27日、東郷平八郎、老六祖